羽生結弦の衣装が仙台七夕祭りに花を添える。こんにちは、尊敬する読者の皆さん。仙台七夕祭りが近づいていますが、今年の祭りには特別な魅力が加わっています。なんと、プロスケーターの羽生結弦さんの衣装をモチーフにした吹き流しが仙台市の街を彩っています。仙台市出身の羽生結弦さんは、そのスケート技術と魅力的なパフォーマンスで多くのファンを魅了し、 オリンピックでの連覇など、数々の栄誉を受けてきました。そして、去年にはプロのスケーターとして、新たなステージに進んだばかり。そして、今年の8月4日には、彼の素晴らしいニュースがファンに届けられました。それは、羽生結弦さんが結婚を発表した瞬間でした。そんな特別な年に、仙台七夕祭りが開催される仙台市青葉区の随宝殿では、 ハブさんに感謝の気持ちを表す素敵なサプライズが用意されています。5年前からハブさんが試合で着用していた衣装をモチーフに熱心な職員が手作りした吹き流しを飾っているのです。今年の吹き流しは、羽生結弦さんがオペラ座の怪人のプログラムで着用した衣装をベースにしています。黒色と水色の吹き流しに金色の模様が施されたこのデザインは多くのファンを引き寄せ、写真を撮ったり、 遠くから眺めたりする楽しみを提供しています。松島町から来た50代の女性は、オペラ座の怪人もファンにとって印象に残っていて、吹き流しは手が込んでいて、とても綺麗だと思います。宮城県民としてハブさんの幸せを願っていたので、これからも精一杯応援していきたいとコメントしました。随宝殿の中村義行事務局長も、ハブさんはこれまでは自身のために頑張ってこられたと思いますが、 これからは家族のために頑張ってもらいたいですと話しています。ハブさんのファンと地元の人々が彼の新たな幸福を祝福し、彼にさらなる成功を願っています。そして、この素晴らしい吹き流しは、仙台七夕祭りに合わせて8月8日まで飾られます。街が美しい飾りで輝き、人々の心を温かく包み込むことでしょう。仙台七夕祭りは、 伝統と現代の魅力が交錯する素晴らしいイベントですが、今年は特別な一年になりそうです。羽生結弦さんの衣装をモチーフにした吹き流しは、祭りに訪れる人々に感動と幸せをもたらしてくれることでしょう。そして、私たちは羽生結弦さんのこれからの成功と幸福を願いながら、仙台七夕祭りを楽しむことができます。祭りの素晴らしさを存分に楽しんでください。